アパッチ HTTP サーバーはアパッチライセンス2.0の条件でリリースされるフリーでオープンソースのクロスプラットフォームのウェブサーバーソフトウェアである。アパッチはアパッチソフトウェア財団の支援のもと開発者のオープンコミュニティによって開発、保守されている。アパッチ HTTP サーバーのインスタンスの大部分は Linux Distribution 上で動作するが 現在のバージョンはマイクロソフト、ウィ Windows や様々なユニックスライクなシステム上でも動作する。過去のバージョンでは o パン n ムズ、m s n e t w o r o s にメインフレームへの移植を含む他のオペレーティングシステムでも動作した。もともとは NCSSA HTTPD サーバーをベースにしていたが NCSSA コードの作業が停滞した後1995年初頭に Apache の開発が始まった。 アパッチはワールドワイドウェブの最初の成長において重要な役割を果たし支配的な HTTP サーバーとしてすぐに n c s a HTTPD を追い抜き1996年4月以来最も人気のあるサーバーであり続けている2009年には1億以上のウェブサイトにサービスを提供する最初のウェブサーバーソフトウェアとなった 2020年4月現在、ネトクラフトの推定では、アパッチは最もアクセスの多い100万のウェブサイトの29.12%のサーバーで利用され、n g ンクスは25.54%で利用されている。W3 テックスによると、アパッチは上位1000万サイトの39.5%で利用され、n g ンクスは31.7%で利用されている。 2018年3月現在、アパッチの公式ページでは 2.4K のみを推奨リリースとしている。1.3K、2.0K、2.2K を含む古い系列はアーカイブサイトからダウンロードできる。アパッチの機能はモジュールを追加することで拡張できる。アパッチの核となるコアがまずあり、そこへモジュールを追加して機能を拡張する。モジュール名は 慣習的に、もっと XXX と付けられる。XXX は機能の概要名である。例えば、もっと DIL、もっと ALIAS、もっとー t i n バ i f などとなる。モジュールは、静的リンク、または動的リンクにより追加できる。静的リンクとは、アパッチの実行ファイルそのものにモジュールを組み込む、方式である。つまり、アパッチとモジュールは、 バイナリ的に一体化して動作する。動的リンクとは、モジュールを別ファイルとして作成し、必要に応じて、モジュールのファイルから機能を呼び出す方式である。この機能を DSO と呼ぶ。動的リンクの機能を利用するためには、あらかじめ、もっと、そうモジュールを性的リンクしておく必要がある。動的リンクは、モジュール機能の呼び出しで、 性的リンクよりも負荷が高くなるデメリットがあるが、再起動のみでモジュールを組み入れたり外したりできるメリットがある。逆に、性的リンクは高速にモジュール機能を呼び出せるが、モジュールを入れたり外すためには、アパッチ本体を再コンパイルする必要がある。アパッチは数多くの OS をサポートするために MP、MPM という仕組みをとっている。これにより、利用する OS に、 最適化されたアパッチを容易に組み込むことができる。ユニックス系においては、プロセススレッドの挙動が異なる3つの MPM が利用できる。このほかネットワーや OS に Windows 向けにそれぞれ専用の MPM が用意されている。アパッチは主にワールドワイドウェブ上で性的、または動的なコンテンツを公開するために使われる。多くの Web アプリケーションは、 アパッチが提供する環境と機能を想定して設計されている。また、アパッチはランプやラップと呼ばれる非常に人気のあるウェブサーバーコンポーネントの一つでもある。読み方はそれぞれランプ、ラップである。さらに、アパッチはいろいろな商用パッケージ、例えばオラクルデータベースに組み込まれており、MacOS やネットウェア6.5の標準ウェブサーバーにもなっている。アパッチでは、 フリーブスドのカーネルと連動し最高の性能を引き出す特殊な動作形態をサポートしている。これはフリーブスドを HTTP サーバーに特化するという運用形態を想定したものでフリーブスド及びアパッチの両者に設定が必要であり共にインストール直後の標準設定ではサポートされない。基本的な動作は Linux のタックスウェブサーバーや Windows の インターネットインフォメーションサービスなどに近い実装であり、通信バッファのカーネルからの直接的な読み込みや区域など多岐にわたり、一部の未利用ということも可能になっている。同形態は Linux におけるサポートも検討されたが、あまりに特殊であるため未実装となっている。ありがとうございます。